が全部全てこの場合の全てこれマジ全てです。ここを守らなければならない。Welcome to Siege TV。 さあ始まりました Siege TV。 今回のゲストはキノトロープゲーミング所属のお米選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。ということで今回のテーマはプロ解説新大会マップアジト攻略ということでゲーム画面どうぞ。お米選手的には序列はどんな感じなんですか。どこが一番強い。正直に言うと2階が一番強くて、うん、はいはいはい、地下より1階の宿舎のボムの方が強いと思ってて、うん、なるほどなるほど。でその最後に3番目に地下、はいはいはい、で4番目に1階のボムの名前わかる武器庫かな、うん、武器庫室この真下にあるここ、はい、ここですよね。武器メンテナンス、武器メンテナンス、はい、と武器庫、ここが一番弱いと思ってます、はい、なるほどなるほど。はい、ということで防衛編やってきたんですが今回2階の防衛ですよね。このまあオフィス、メインオフィスですね。メインオフィス、マスクルームとかレインボーシックスルームなんですが、まあ基本コンセプトはどういうコンセプトでしょう。そうですね、やっぱりそのベーシックな攻めである作戦指令室攻め、うん、はいはいはい、に対してその時間を稼ぐ必要があるので、はいはいはい、ここによくアザミがいます。ほうほうほう、こうやったり、うん、この窓とかバリケード割られたら辛いじゃないですか。はいはいはい、だからもうバリケード割られたら閉める。おお、なるほどね。例えばこれにあのエースとかガジェット使いたかったら、うん、そのまあまあ弾が必要なんですよ。これラペらないと殴れないのが結構。ああ、なるほどね。そうだから銃を使って撃って壊そうとするんですけど、はいはいはい、まあ、結構時間稼げますね。うん、あとこのこういうミリロックでドアのエントリーを見たりだとか、はい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 、またシンプルにこのここをもうちょい前出れるようにこういう風にまたさらにアザミを張って、あーいいですねこれ、前で戦うみたいな、うん、こういうアザミの使い方がありますね。なるほど、じゃあここは、まあ、アザミとか、まあ、ここにミラーつけたりとかそういうガジェット系で守っていくって感じですかね。そうですね、はいはいはい、アザミミラーなどで時間を稼ぎましょうここは、うんうんうん、なるほど。このメインオフィスのこのマスクルームですよね、ここは持ちつきすべきですかやっぱり。そうですね、持ちつきできるのは絶対した方がいいと思います、うんうん、なるほど、まあしやすいですからねここね、しやすいですね、しかも、はい、それこそなんかバラを1個置けば4つ凍るのがあったような気がするんですけど、あーなんかこの両端でね、両端で、はいはいはい、それでさらに遅延もできます。うーん、あ、じゃあちょっとここ捨ててからもずっとこう遅延し続けるっていうのができる。そうですね、投げてつ、はいはいはい、つばらをで遅延ができます、うん、じゃあちょっと射精の説明してほしいんですけど、まあここのこのローテッドはまあサイト間を行き来できるためのローテッドですよね。そうですね、あともう一つの理由があって、うん、はいはい、このレインボーシックスルームの、はい、もう高い位置、ここからほうほうほう、あの通路のドア入りが見えるんですよ。うわー、それすごい車線ここですよね、はい、うわそう、こうな、これが見えるんですよね。なるほどね、倒すには難しいんですけどダメージを与えれるので、この英国を持った銃、それこそ、まあ、R2 の DMR だったりだとか、はいはいはい、それこそこのアザミの銃などで、うん、こうやって英国でダメージを与えることができます。じゃあこのサーバールームの足元を開けてる理由なんですか。そうなんです、これ足元の方が強くて、はい、このディスプレイルームを、うん、これって外から直接つながるんですけど、はいはいはい、ここ結構取りに来るんですよね、ガジェットとかで、うん、まあスモークを焚いちゃってね、この廊下入るとかね、いろいろありますね。そうですね、例えばインが1人いれば、はいはいはい、ここにスモーク焚いてカンデラを投げて戦うってことができます、うん、はい、でそれに対してその ADS とか置いて戦うのもまあいいんですけど、うん、もったいないので、 そんなことをしてたら今度作戦指令室攻めにガジェットが足りなくなるので、これ足元で解決できるんですよね。これ入られても、そうですね、投げれないしね、ここにガジェットって。だからもう こんくらい空いてたら、うん、こうやってもうここでしゃがみで見てるだけで、はいはいはい、立ちでもいいんですけど、うん、これもう厳しいんですね、相手が。厳しいってってなりますよ、ね、これ結構厳しいってディスプレイルームマジ厳しいってなんですよ、はい、はいはいはい。でちょっと弱点かなと思われるこのバスルームもこう階段守るってことですよね。そうなんです、はい、これロビー階段を守った方がよくて、はいはいはい、ロビー階段下とかに有刺鉄線、うん、で、まあ、これちょっとやりすぎたら盾置いたりするパターンもある、はいはいはい、まあアザミだったらアザミこうやって置いたら十分なヘイト、作戦指令室から引いてってここに展開するっていうのもありってことですね、アザミがね。そうですね、はいはい、でそのためにここを補強する必要があります。まあ窓から車線通らせないためですよね、こういう風にね。そうです、はいはいはい、で窓を乗り越えさせないためにこの車線があります、うん、なるほど。だからもう結局守り方のコンセプトとしては相手の展開を抑える、基本的に作戦指令室から攻めてくるからその他の展開を車線で抑えちゃおうって守り方ってことですよね。そうですね、うん、
外からあんま入らせないみたいな、エントリーさせないぞみたいな守りが強いと思います。なるほど、2階はじゃあ皆さんこれをコンセプトに意識してやってみてください。ちょっと、ま、全体像を見ますか。ここ、あとこっちですよね。はい、あとこっちが面白い車線があって、はいはい、の倉庫の通路、ここにバリケードがあって、これが外からつながってるんですよ、はいはいはい、でここからのエントリーが結構多いんですけど、はい、これを阻止するのがまたミリで、これ外から見れるんですね、はい、これ外に対して。あー、いやすごいなそれ。あ、ここか。これめっちゃミリなんですよ、これめっちゃミリ。いや、何も見えないもん。そう、これでエントリーを塞ぐことができます、はいはい、あ、塞ぐっていうか打ち合いで抑えることができますね。めっちゃ通りづらいんですね、こうなると。なるほどなるほど。で、その際に今度はこの連絡通路側のこの通路カバーする必要があるんで、この車線ですね。あー、なるほど。じゃあお互いでこれカバーできるんだ、ここで。そうなんですよ、このクロスカバーで守ることができます、うん、で、無理やり進行してきたらこの人がね、こうやってこっちからこっちピークすればいいからね。そうです。なるほどなるほど。で、それでもヤバくなる場合があるんですよ。例えば盾とか、うんうんうん、まあインとか、それこそカピタオとか、まあガジェットでご利用される、ヤバいってなったら、うん、逃げてこれ補強しちゃっていいんです、これも。あー、なるほど。ここ後締めかなんだ。そう、後締めがしちゃったら今度はこのドアだけになって、うん、ガジェット使わせることができたらガジェットの無駄遣いにさせれます、うんうんうん、なるほど、はい、で皆さんこの守り方真似してみてください。はい、はい、ということで宿舎に来たんですが、こちらの防衛基本的にはどういう形でやりましょう。そうですね、これ上下がめちゃくちゃ強いボムなので、はいはいはい、現地はこんな感じで車線を多く取る、うん、ここが補強ですね、全部のね。そうですね、これまず補強して、はい、で現地はある程度固くするんですけど、現地中は結構こう車線が通る感じにしちゃって、で上は結構しっかりめに守ります。はいはいはい、じゃあ上いきましょう。そこはさっき紹介した2階のような感じで、こういう車線でカバーしたりだとか、うん、まあ、あとはちょっとトラップ、メルシーとかケンリルのようなトラップを置くのがいいかもしれないですね。なるほど、こっちは侵入経路を限定させておくと。そうですね、はい、でこの上下、これ結構大事ですね。これをないと普通に外から直接割るところ割ってプラントを目指すことができるので、はい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 、これ割る必要があります、うんうんうん、あとタッチ割ってこの車線、あー、ここですね、上が空いてるんで、これも結構相手目線厳しいですね、はい、うん、だから廊下来てもこっちだったら1個ライン下げて見れるってことですよね。そうですね、この上ね、はい、あとここかな、こう補強して、うん、車線覗けるようにして、ここさっき緑階側の補強を見ることもできますし、はいはい、こっちからだと、サーバーのドアも見ることができます、うんうんうん、これでエントリーをカバーしてあげると現地の、はい、でディスプレイルームにちょっと行きたいんですけど、ほうほうほう、これ結構リージョンとかフロスト、うん、があるといいなと思ってて、このディスプレイルーム、この乗り越えがこことこの2つ、はいはいはい、これは管理したいんですよね、やっぱしっかり、うん、だからこれからの補強も、ま、さっきの2階守りと同じ補強しとくってことですね、これね。そうですね、はいはい、だからロビー階段上をこの軽く正面廊下を守るんですけど、うん、2階防衛と違ってその作戦指令室側にリソースを割ききれないので、はいはいはい、ラインを下げながら戦う必要があって、うん、ラインが下げても、リージョンとかで分かるようにする必要があります。なるほど、じゃあこれでエントリー管理と。そう、じゃあもう基本的に思う人はもう2階守りと同じような形を1階守りなのに敷いて、ガチでここ守っといて上下でなんとかプラント止めるってタイプですかね。そうですね、そうなります、はい、だからその際に怖いのがやっぱこのサーバーのスニークインとか、やっぱ上もそれこそ現地にめっちゃプレッシャーかけてテルミットとか割って、うん、で現地めっちゃ来そうだなって上下を覗いたら上から来るみたいな。あ、じゃあメルシーとかリージョン必須ピックですね、これは。そうですね、はい、メルシーリージョンとかトラップ系のキャラがないとさすがにちょっとエリアを管理しきれないので、うん、メルシーリージョンマエストロとか強そうですね、確かに。そうですね、マエストロとかもめちゃくちゃ強いですね、うん、なるほど。はい、ということで地下の守り方なんですが、どういうコンセプトでいきましょう。そうですね、これやっぱ地下ってその上下をいっぱい作るのが難しい。そう、ポイントが広いからですよね、多分ね。そう、めちゃくちゃ広いんで、はい、その上下でなかなかデスしづらいとか、うんうん、あと平面に広い特性を生かしてやっぱ平面に結構展開するのが強いと思います。はいはいはい、まず、はい、そこからの攻めに、はい、そのさっき手間が多いっていう風に紹介したんですけど、うん、手間を増やさせるためにやっぱこのシンプルに外を補強する、はいはいはい、今回は使ってないんですけど、まあそれこそここに街道を張るとか、うんうん、バンディットを置くみたいなことでそれでも少し遅延になるので、はいはい、それこそミュートとか置くだけでもいいですよね、うん、そうですね、これすぐ置きますからね。そう、大した遅延にもならないんですけど、うん、こういうので手間を増やしていく、はいはい、で、ここからまあさすがにいずれは取られるんで、ここからが相手の大変なゾーンなんですけど、うん、このロッカー室を守っちゃうと。
ロッカー室これ結構遮蔽物多くて、うん、この裏に隠れたりとか、はいはいはい、戦います、ね、こう伏せるとかここしゃがんで戦うとかいい、ね、はいはいはい、何でもできるんですよね、うん、でそれをするとそのこの真ん中の通路と、うん、このバレル倉庫から挟もうとしてくるんですけど、うん、バレル倉庫から挟まれるのは仕方ないんですけど、うん、このミサイル廊下に関しては、はいはいはい、このミサイルを守ってればなるほどね、ここもいけねえんだ、カバーできるんですね、そう、しかもここまた補強壁あるしね、そう、ここも補強壁あってここも割んなきゃいけない、まずここもミュートとか置くだけで遅延になるので、はい、でこれでこのラインでカバーをすることができます。で次なんですけど、まずやっぱこれ解度がめちゃくちゃ強くて、はいはい、さっき現地ハッチからの射線がやばいっていう紹介をしたんですけど、しましたね、はい、そう、現地ハッチにもう解度を置いちゃうと、ほうほうほう、で解度を置くと、これなんでマーベリックで割ろうとしたら、はい、この C4 で結構すぐ簡単に倒せるんですよ。ああ確かに、あそのそっか、これ四方全部突き上げできるかもな、全部飛ばせるんで、はいはいはい、こっちか、だからマーベリックが めっちゃきついんで、はいはい、なるほどね、そうだからこれサッチャーとかがなかったら済むんですよね、はいはい、ハッチ割れなくて、じゃあ単純に赤色いるマーベリック持ってくわじゃできねえんだここは、そうなんです、はいはいはい、カイドいるけど、はい、どうしよう、まあ、サッチャーぐらいなんですね、だからっていう感じになります、ここは一旦。うわこれじゃあ結構お米選手的に必須オペレーターはカイドですか、このそうですよ、もうこれもう絶対カイドだと思います、はいはい、他に何かありますおすすめオペレーターみたいな、やっぱでもこれもトラップが多いのと、うん、トラップがあった方が強いんで、はいはい、こういう倉庫、この裏側の倉庫のドアとかにも、メルシーだったりフェンリルあると強いですし、やっぱそのここも割られたら辛いので、うん、その割られたら辛いところ結構多いんで、ミサイルも割られたら嫌だし、はいはいはい、ここも割られたら嫌なんでミュートはあった方がいいと思います。でミュートで時間稼ぎができますね。で、あとその終盤のプラント、さっき紹介したここでのプラント、はい、ここでのプラントとか止めれるようにスモークなどあると止めれて便利だと思います。あーなるほど、この辺からちょっと C4 だけどこうやってピュッて投げて、うん、スモークでプラントを遅延したりだとか、あとそれこそ C4 を持ったオペレーターは何にでもできて、その上下を作ってくるバックとかスレッジに対してキルを狙うこともできますし、はいはいはい、じゃあまあ今言ったオペレーターがかなり、まあ、ごめん選手的には、まあ、おすすめのオペレーターになるわけですね。そうですね、はい、またその丁寧に突き上げがしたいならバルキュリーとかを1階に置くのもいいかもしれない、うん、あーなるほど、もうブラックアイでちゃんと見ちゃって、そうブラックアイで情報を取って C4 でキルを狙うってことが考えれますね。なるほど、じゃあまあ地下の守りを皆さんこんな感じで補強してやってもらえればなと思います。はいはいはい、ということで再び防衛編ということで武器メンテナンス室、まあ、最弱ポイントと言われているところですね、はいはい、こんな強そうなガトリンがあるんですけど実は弱いっていう弱いですねポイントなんですけど、まあ強いて守るならどういうふうに守りますかということで、まあ、ミラーとかも持ってきましたけど、はい、そうこの射撃場を守るのは、うん、もう無理なんで取られた後のことを考えてミラー、はい、はい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 、ここにミラ置いちゃって、はいはい、取られました割られました、うん、でミラでちょっと温泉するよと、うん、なるほどなるほど、まあここ結局このですね、この2枚にミラ貼らない理由は壊されやすいかってことですよね。そうですね、もう、はい、すぐ火花アッシュエースなどで、うん、狩りとかでもすぐ割れるので、はいはいはい、ここに割ったらもう外からすぐ割られちゃうんですけど、ここまで貼ると割ってからミラーを壊さないといけないっていう、まあ、手間が増えるんで、はいはいはい、これをおすすめします、はい、であと現地はシンプルにここの2枚ずつ両方補強しちゃって、まあうん、この状態で上下である上作戦シリーズを守りに行きます、はいはいはい、そこ要ですよねこの防衛のね。そうですね、もうこれが全部全てこの防衛の全てこれマジ全てです、ここを守らなければならないなんでミラも張って、で先ほどね防衛編の2階のオフィスの守り方でもおっしゃってた牙バリアでどうにか守っていくという感じですよね。そうですね、ただちょっと、はいはい、さっきより大事なのが、うん、この上下を覗かないといけない時があるので、はいはい、ドアを閉めれるようにしておくといいですね。これどうですか、キャッスルとか必要ですかやっぱり。キャッスルあると、うん、まあ、時間は稼げますよね爆発物もちょっと稼げるかなぐらいでそうですね、そんぐらいですね、はい、必須って言われても、はい、必須かもしれないけど、はい、じゃあ必須にしますか、はい、まあ、お米選手的におすすめオペレーターは何ですかここは。キャッスルと、うん、アザミとミラなんですけど、うん、現地がスモークがいるといいなと思ってて、あ、はいはいはい、プラント始められてもスモークで時間をさらに稼げると、まあ、稼いでる間にここ取り返すとか、まあ、キルバリアで塞いで
上下見るとかそういうのしないと無理ですよね多分ね。そうですね、はいはいはい、で最後はやっぱりトラップオペレーター、リージョン、メルシー、うん、フェンレルなど、うん、なるほどなるほど、っていうのでスニークイーンを管理します。はい、じゃあ皆さん分かりましたか、これが全てです。ここを守れ、はい、ここを守れっていうのが全てなので、まあちょっとね、打ち合い勝てば、はい、射撃演習場を守るという暴挙はねあまりしない方がいいかなと思いますね。あれきついっすね、はい、あそこを守るならここを守ろう、はい、ということで、まあ、ちょっと説明短くなっちゃうんですがこれで終わろうと思います。はい、はい、頑張ってね。お米選手ありがとうございました。ありがとうございました。この知識を参考に皆さんの良き CG ライフの助けになればいいなと思います。またこの番組では番組のご意見ご要望を募集しております。今回の動画もですね、あのアジトの解説をしてほしいというコメントがあったので、実現したので、ぜひぜひご要望お待ちしております。ということでこの番組ではスポンサー企業様を募集しております。スポンサーパートナーにご興味がある企業様、お気軽に概要欄メールアドレスからご連絡ください。お待ちしております。ということで番組も終わりますが、お米選手やってみていかがでしたか。アジトについてみんなに教える機会があることは本当に嬉しくて、うん、ランクとか出るとバンされちゃうので、はいはいはい、それちょっと悲しいなと思ってたんで、ぜひこの機会をね、はい、元にあのランクでアジトやってみてください。やってみてください。はい、お願いします。あのリスポーン地点が湧いてからイクルートがたくさんあるっていうのが面白さだと僕は思うので、ちょっと探検してみるのも面白いかなと思うので、うん、カスタムゲームに入って探検してみてください、はい、外のデザインがねめっちゃいいんで。そうなんですよ、割とキャスター泣かせではあるんだけどね、名称が多すぎて確かに、はい、ということで、まあ、次回も CCTV 予定しておりますので、また次回ご覧ください。 CCTV でした。バイバイ。バイバイ。 This one could be a real slobber knocker of a game. They've got to clear out that position. That one through the screen as Spirit pops the head.Managing to close it out, Spirits must know that they're there, manages to find the kill. 2v1, Frieda is low health though. Oh, and a save from Spirits! In the 1v1, holding onto the back of Spirits, they've traded places for Frieda!